いいも城は、長崎県佐世保市、あゆらのあたご山にかつてあった城である。北松浦半島やその周辺当初に勢力を張った松浦島の宗家と文家の平戸松浦氏は、15世紀後半から北松浦地域における派遣をめぐって、激しく争った。1498年に、それまでの本拠大地安城を落とされ一時滅亡寸前に、至った。 宗家松浦氏が給料賞、上浦の回復を果たした後、1535年に、宗家当主の松浦親によりあたごさんの南西山伏区部に飯森城が築かれ、宗家松浦氏の新たな根拠地となった。しかし、追記のちほどなく、宗家と平戸の両者の対立は、再び激しくなり、最終的に1563年から2年にわたる、牢城戦の末に、 宗家の親は、平戸松浦氏の高信、重信夫子に敗れ降伏、親は出家し、宗家松浦氏は、平戸松浦氏に従属することとなった。あたごんの南西山腹に築かれた山城。城跡は現在、飯森神社が鎮座する境内からその、裏手の山林一帯とされている。飯森城のものと確定されている遺構は2009年、現在発見されていない。 あたご3には、現在も、宗家松浦氏の崇敬を受けた辞社が残っている。ありがとうございます。